新聞作りの現場をめぐる小中学生対象の山形新聞夏休みミッドナイトツアーが4日夜から5日未明にかけて山形市の山形メディアタワーと天童市の山形新聞印刷センターで行われました。報道部と言います。新聞記者の原稿を書くというのをやってもらいます。これからねミッドナイトですからね。何が見えますか？あ、猫と楽天イーグルスの、写真とかのサイズを測るときに使います。でそれをこのページに持ってくる作業になります。で持ってきたものをこう材料がここにいっぱい揃ってますけれども、今一番下に夜の新聞社見たぞという見出しにしてみましょう。はい、できました。夜の新聞社見たぞーの新聞ができました。おととしの40ぐらいは載ってるんだって思って、ニキブリって。で、これクリックするとこの紙の実際に結構な年数飾れますよね。もう10年。新聞社っていうのは、その新聞を作ってるイメージがあるけど、こういう映像とかもあって、すごい不思議だなと思いました。どうぞ中へどうぞ。これが印紙さんと呼ばれるもので、1本1トンあります。新聞の紙面ご覧いただくと、墨、黒が一番使ってますね。文字がいっぱいありますから。なので墨は6台あります。で赤、青、黄、それぞれ2台ずつ、だいたい1週間で墨は2本使い切ります。写真の色がすごい、色合いがすごい綺麗で、できてすぐのものを見れるなんてすごい一番乗り、なんか嬉しいというかすごいと思いました。